皆様こんにちは。シスコシステムズの中村です。本日は爆速エニーコネクト高速化方法4選をご紹介させていただきます。まずシスコエニーコネクトの簡単なご紹介です。自宅やカフェなど外部から会社や学校に安全に接続を可能にするソフトウェアです。さまざまな OS で利用することができ、例えば Windows や Mac、iOS、Android、Chrome OS などに対応します。 DNS セキュリティやアンチマルウェアにも対応し、安全なリモートアクセス VPN 環境を提供します。ご利用いただいている方も多いのではないでしょうか。しかし仮に低速だと、ストレスがたまりますよね。仕事や学校で使っているウェブページやアプリケーションの読み込みが遅かったり、ダウンロードやアップロードが遅い、このような経験ございませんか？エニーコネクトの速度は生産性に直結します。そこで今回ご紹介するのは、現役のシスコ社員が紹介する端末側で簡単にできる高速化方法4選です。エニーコネクトが遅いなと思っていた方はぜひ試してみてください。まず構成によってどの程度速度が変わるのか実例を見てみましょう。今回紹介するのは、1、カフェや屋外からの接続を想定したテザリング経由です。低速な TLS で接続します。2、自宅やカフェでの無線LAN経由、接続方法が異なる以外は1と条件は同じです。3、自宅で有線LAN経由。4、電源に接続し最高パフォーマンスモードを利用時。5、速度に優れる UDP ベースの DTLS を利用時。6、エニーコネクトの接続方式に IPSec-IKEV2 を利用時の6つの構成をご紹介します。試験端末は ThinkPad X1 カーボン Windows 10を利用し、エニーコネクトの接続先のサーバーから 100MB のファイルをダウンロードします。では 100MB のファイルのダウンロードを開始してみましょう。まず5の DTLS 経由および6の IPSec 経由がすぐにダウンロードが終わりました。他の1から4は低速な TLS 経由を利用しており、ダウンロードが遅いことが分かります。3と4ももう少しで終わりそうですね。2つとも有線 LAN 経由の接続を利用しています。有線 LAN のダウンロードが終わったら結果を見てみようと思います。こちらはダウンロードに要した時間とおおよその平均速度です。3回以上試験をしており、中央値を表示しています。接続方法や設定を少し変えただけなのに速度に大きな差があることが分かります。特に3から6の4つは速度改善効果が高いことが分かります。同じ端末を利用しているのに、なんでここまで速度が変わるんだろう、不思議に思った方も多いんではないでしょうか。この理由と確認方法についてこれからご紹介させていただきます。まず1のテザリング経由だとなぜ遅いのでしょうか。テザリングを利用時は PC はスマートフォンのモバイル回線を使いインターネットに接続します。遠方にある基地局を利用し通信を行う仕組み上、遅延が発生しやすい傾向です。
これを応答速度が遅いと言います。ライテンシーが大きいとも言います。例えばファイルをダウンロードする場合、ファイルちょうだい、いいよ、ファイルを一部受け取れた、続き送るね、のように何度も送信と受信の確認が丁寧に行われます。応答速度が遅いと、この確認のやり取りにも時間がかかり、全体の速度が低下する原因となります。ではどの程度テザリングだと応答速度が遅いのでしょうか。測定は fast.com などを利用することで簡単に行うことができます。左はモバイル回線を利用時、右は自宅無線 LAN を利用時の測定結果です。ロレテンシーが応答速度、アップロード済みが最速の応答時間、ロード済みが混雑時の応答時間の目安です。モバイル回線の場合、速度は 60Mbps ほど出ておりますが、応答速度が 40ms ほどです。一方、無線 LAN は応答速度が 5ms と約10分の1であることがわかります。速度が同等でも応答速度が遅いと確認応答に時間がかかり、ダウンロード速度の低下の原因となります。次に ② 無線 LAN だと遅い理由の説明です。実は無線は目に見えない干渉源がたくさんあります。代表的なものに PC やスマートフォン、 IoT 機器、 Bluetooth、 コンクリートや金属といった障害物、電子レンジが挙げられます。これらが無線の干渉や減衰と速度の低下や不安定化の原因となります。また通信の特性上、遅延が若干高くなります。一方、有線LANは LAN 内での干渉や遅延をほぼ回避でき、速度が安定しています。そのため有線LAN、無線LAN どちらも使うことができる場合は、有線LANでの接続がよろしいでしょう。次に省エネモードが遅い理由を説明いたします。通常 Windows や Mac、iOS で省エネモードを利用すると、 CPU 速度と消費電力を下げることでバッテリーの持ちが良くなります。一方、リモートアクセス VPN はセキュアに通信を行うために暗号化処理を行います。この暗号化処理に CPU を利用するため、 CPU の速度が低下すると暗号化処理のパフォーマンスも低下します。こちらの下の画像を見ていただきたいのですが、左がバッテリー節約機能を有効時、右側が最も高いパフォーマンスを有効時です。こちらの CPU の速度に注目していただきたいのですが、省エネモード時は速度が5分の1に低下してしまいます。これでは VPN のパフォーマンスが出ません。では CPU の性能を引き出すためにどのようなことをすればよいのでしょうか。まず電源アダプタに接続しましょう。通常 CPU の速度が上がると、より多くの消費電力が必要になります。次に、製品により設定方法は異なりますが、省エネモードを切り、 CPU 性能を最大限引き出せるように設定します。例えば Windows 10では通知領域のバッテリー設定から最も高いパフォーマンスを選択時に CPU 性能が高まります。最後に、複数の端末を利用可能な場合、もしくはこれから端末を購入する場合は、できるだけ高パフォーマンスで最新の CPU を持つ端末を使うと良いでしょう。新世代の CPU は暗号化処理の高速化に対応しているものもあります。次に ④、 TLS が遅い理由を説明します。TLS 利用時は 100MB のファイルのダウンロードに52秒、一方 DTLS を利用時は13秒、圧倒的な差がありますね。この理由ですが、まず TLS は TCP というプロトコルを利用します。信頼性重視のため、データを送るためにバックという確認応答が必要となります。都度確認するため、応答速度の遅いインターネット回線だと全体の速度低下の原因となります。一方 DTLS は UDP というプロトコルを利用します。
速度重視のため確認応答は最小限に抑えられています。相手の確認を待たずに大量のデータを一括し送ることができるため、回線の遅延の影響を受けづらい特徴もあります。これらの理由から DTLS の方が速度が優れます。 TLS と DTLS どちらを利用しているかは簡単に確認することができます。AnyConnect接続後にアドバンスボタンを押していただいてから VPN のスタティスティックスタブのトランスポートインフォメーションから TLS もしくは DTLS を利用しているか確認することができます。では高速な DTLS を使うにはどのようにすれば良いのでしょうか。 DTLS は UDP のポート443番を使います。そのため端末の接続環境からインターネットに UDP443 が通信できるか確認をしてみてください。自宅で無線ルーターなどを個人で設置設定し、UDP443 がブロックされている場合は許可に変更してください。なお、集合住宅の集約ルーターやカフェ、会社、学校側で UDP443 や DTLS が許可されていない方も稀にございます。自宅やカフェで UDP443 が許可されているのか、どのように確認すればよいのでしょうか。クイックのテストサイトの利用が簡単で便利です。クイックは次世代の暗号化通信のトランスポートプロトコルであり、 DTLS と同じ UDP443 番を標準的に利用します。そのためクイックでインターネットアクセスできた場合、 UDP443 が許可されている可能性が高いと言えます。クイックは Google Chrome や Firefox、 Microsoft の Edge 最新バージョンで対応します。ではクイックの接続試験を実施してみます。試験は簡単です。 QR コードからクイックのテストサイトの一つである EngineX クイックプレビューにアクセスしてください。左側がケーブルルーターで UDP443 が拒否されている場合の動作例です。クイックに対応していないと出力されます。右側がケーブルルーターでUDP443 が許可されている場合の動作例です。クイックで接続可能であることを確認できます。クイックでインターネット接続可能な場合は DTLS でのインターネット接続も可能である可能性が高いでしょう。最後に IPSec のご紹介です。今回の試験環境では IPSec の方が高速でしたが、結果は環境によって変わります。DTLS が早い場合もあれば、IPSec が早い場合もあります。まず、リモートアクセス VPN の利用時は安定し高速な DTLS の利用がシスコの推奨です。DTLS は処理効率化を実装する MTU の自動調整にも対応しています。そのため、迷ったら DTLS の利用が望ましいです。しかし環境によっては IPSec の方が早いこともあります。例えば IPSec の高速処理に対応した高価な CPU の利用有無や VPN 終端装置の機種や設定、負荷状況などに左右されます。そのため任意の接続方法を選べる場合はどちらが早いか試していただくのも良いかと思います。ただし会社や学校によっては片方の接続しか許可してないケースもあります。例えば私の会社のシスコもリモート勤務時に AnyConnect を利用していますが、接続時は IPSec もしくは SSL を選択することができます。複数選択可能の場合については両方とも試していただきまして、どちらかのパフォーマンスがより優れる場合についてはそちらを使っていただくことも問題ないのではないかなと思います。DTLS と IPSec どちらを利用しているのかは簡単に確認ができます。 AnyConnect 接続後にアドバンスドボタンの VPN
スタティスティックスタブから、トランスポートインフォメーションのこの例の場合については DTLS、 下の例の場合については IPSec が利用されていることが確認できます。それでは最後まとめです。ニーコネクト高速化方法4選。まず有線 LAN を利用しましょう。干渉や減衰、遅延の影響を受けづらく一般的に高速です。次に電源に接続し、端末の CPU の最高パフォーマンスを引き出すように設定してください。リモートアクセス VPN を高速化したい場合、 CPU のパフォーマンスが必要不可欠です。そして TCP ベースの TLS 接続の場合は低速となってしまいます。通信経路で UDP443 が許可されているか確認しましょう。 UDP443 が利用できると高速な DTLS を利用することができます。最後に企業や会社によっては DTLS と IPSec2 つの接続方式を任意で選べる場合があります。選択可能の場合は両方接続を試し、より早い方を使っていただくと良いでしょう。ニーコネクトの性能を十二分に引き出して、より良いリモートライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。